2022年はアップからスタートします。カメラ大丈夫？皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も1年皆様が健康で、私も健康に気をつけます。そして安全に、これ大事ですね、過ごしていただけるように心よりお祈り申し上げます。皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も一年皆様が健康で元気に元気に大量に爆笑爆笑、はい過ごせますようにお祈り申し上げます。お祈り申し上げます。お姉ちゃん、何、はい、ことつ、こと、今年初の縁起物ちょうだい。縁起物、こたつ、こたつでいいの？こたつ、こたつもいいね。こたつもいいけど、いや、でもそれ、じゃない おから始まるやつ。おから始まるやつ、うん、ああ、まあ、みーちゃんは言ってくるだろうなと思ったんだけど、ちょうだい、便乗して、欲しい、欲しい、本当に欲しい、欲しい。じゃあちょうどよかった。なんだ、ちょうどよかったって。うん、あのさ、去年の1月1日に上がった動画を覚えてますか？うん、大好評だった、あの大好評だったね、もう大好評みんなまたやってまたやってだったね、その動画を、うん、あ、内容ちゃんと覚えてる？うん、うん、覚えてる。そっちにあるね。あ、笑っちゃった。バルスね、うん、だったね、うん、まあ私の中ではあれはさすがに不合格かなと。厳しい。結構 M1 出れると思ってたよね。あれ出れるって。やばすぎるその考え方は。だからあのなんつうのっけ、リベンジをかましてもらいたいなと。おお、いいね。思ってるわけですよ。乗り気なんだね。そこって言ったけど今年もやるのかって思った。だからあの、うん、ね、去年 の, あのヘチマがどうのこうのとかなんだっけ、ドクターフィッシュがなんとかかんとかとかじゃなくて、うん、まあ、もっとクオリティを上げてもらえたらなと思って、うんうんうん、あのポテチンの家にいろいろ準備してあるので、私がうち、うん、はい、まあ、勝手に入って置いてきたんですけど、すごい言えないからね、人のこと人のこと言えないからね。だから、うん、そうなんだ。なんか、まあ、そこでリベンジを果たせたら渡してもいいかなって、うん、やった、頑張ろう。まあ、あとは2人でいろいろ使って好きにしてもらえば。みーちゃんはいいよ、なんか才能あるからさ、まあいいや、分かった。じゃあ、まあ私はちょっと用事があるので今日は帰るので。帰るの？はい、じゃあ、あとはよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。本当に帰るんだって。なんだろう、ね、本当に帰ったね、うん、まあいいか。何用意してんだろう、まあ、とりあえず、とりあえず帰ってみるか。みよっか、うん、じゃあ、バイバイ。はい、帰ってきたんですけど、なんか勝手に部屋の中が、ね、変わってて、見てこれ、なんかいろいろあるんですけど、ね、これでとにかく笑わせろって書いてあるんだけど、むっちゃあるだろう。なんなのこれ、どういうこと？え、なんかここにある布を使って笑わせろってことじゃない？っていうこと、うん、アバウトだな。ねえ、本当こんなのとかどうしろって言うんだろうな。見たことない、そんな。あれ打ってるんだ。何これ何これ。ちょっとみーちゃん、私これどうしたらいいと思う？ここはもうアニメのモノボケしたらいいじゃん。ああ。なんかもうそれしかないよね、うん、私ができるのってね。頑張れ。分かった。頑張ろう。みーちゃんは才能でいけるもんね。共に戦おう。共に戦おう。オッケー。早っ、いくぞ。どうしよう、ちっちゃいから。すごいな、生命保険を勧誘するおばさん。ちょっと皆さん、生命保険かけてらっしゃる？皆さんほら、戦うからさ、保証がいいのあるんですよ今。聞いてます、ライオンさん。
おばさんが教えてあげるからね。入りましょう、みんなおいで。はい、どうぞ。え、この後に話するの？我が名は京馬、ラボメンナンバー001、狂気のマッチサイエンティスト、ホーイン、あ、京馬だ。あ、見て、あのかの有名な一寸帽子だ。わあ、すごい。たくましい、強そう。次の方、みーちゃんさん、お入りください。はい、いっぱい持ってきたね。こんにちは。こんにちは。今日はなんかインフルエンザの検査ってことだったので、うん、うん、ちょっと待っててね。痛くしないでね。うん、大丈夫大丈夫。痛いの？うん、全然痛くないよ。もう、あの、あっという間に終わるからね。ちょっとみーちゃん、ちょっと後ろに下がってもらえるかな。うん、ありがとう。はい、これでインフルエンザの検査します。でっかくない？はい、痛いってこれ入んないって。大丈夫大丈夫、すごいあるからね。はい、待ってよ。入ってねえじゃん。やぶいしょ。二度と食っかよ。あ、ちょっとインフルエンザかかってるのでちょっとお薬を。嘘つけ、やぶいしょ。ていうかさ、あれ、お姉ちゃんさ、無茶ぶりすぎない？何あれって感じだよね。本当だよね。あれでどうしろって言うんだよね。やってみろよって感じだよね、逆に。いや、あの、多分ね、お姉ちゃんはね、やれるんだよ、多分。やれるんだ。やれると思う。そしたらね、やれないことは言わない。あ、ね、自分がなんか、あ、ひどいね、じゃあ。立ちが悪いんだよ。立ち悪いよ。そうそう。いや、ちょっと一旦やめよ。やめる？あれは一旦やめよ。うん、ダメだよあれは。だよね、怪我するよね。あれは、もう怪我どころじゃないよ。じゃあさ、アウトだよ。じゃあ今年も漫才か、いや、ワンランク上のコント。上を目指す。そう、今年はコント。また恥ずかしい思いをしないといけないの。いや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 。いや、恥ずかしかったの？いや、刻んでいこうよ、歴史を。すごい楽しかった、すごい楽しかった。そうか。ってことで、うん、まあ何かしらネタを考える。あ、分かった、うん、そうだよ、何も考えないと始まんないもんね。うんうん、ポテチンです。どうも、みーちゃんです。最近寒くなりましたね。寒くなりました ね、 ね、鹿児島も久しぶりに雪が降ったね。雪降った ね、 ね、すっごい寒かった。違う違う、ね、そう、寒いといえば、うん、子供の頃読んだ絵本でね、うん、マッチ売りの少女ってあったじゃない。あったあった。そう、あのちょっと、うん、悲しいお話ね。思い出すの、雪が降ったら。そうなんだ。切ない気持ちになって。あ、そうなんだ、ね、なんかどうにかハッピーエンドにしてあげたい。うん、お話変えちゃうのって思ってしちゃいましょう。お、あ、うん、うん、あ、なんか考えたの？マッチ売りの少女。あ、うん、やるんだ、やるんだ。私何すればいいんだ？もう憑依したから。憑依したから。お客さん役で、か、どうにか勝ってもらえたらハッピーエンドに終わるのね。うん、あ、分かった、じゃあ私お客さんね。マッチいかがですか？お一ついかがですか？いかがですか？あれ？出ちゃった。うち、あの、回転ドア扉とかないんですけど。ないの？ないです、ないです。回転扉なし系？なし系です。あ、分かった。もう最初から言ってくれないと。いやいやいや、分かるでしょ。オッケーオッケー、大丈夫。あ、なし系ね。なし系、はい。いいよ。いかがでしょうか、皆さん。買ってください。
ウィン自動ドア。そう。いや、ないないない。コントって言ったらウィンってしたいじゃん。ウィン。いよいよ室内ね。いい。まあ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 。いい。やった。じゃあその手で持ってくわ。はい、ウィン。あ、消毒。うんうん。ん？何してるのかな？あれ？あれ？いやこっちがあれ。あ、すいません。あ、どうぞ先に。なんか通った？表面温度正常。あ、検温してんだ今。測れないのかな？人間じゃない？ああ。もうしょうがないなもう。あ、持ってるのかしん、ピッ。基準値を超えています。超えてんのかい？ちょっと病院行ってくる。病院行くんかい？変わんのかい？いや、あのね、あのね、勝ってほしいんでしょ？勝ってほしいよ。もうさっきから聞いてればさ、勝ってほしいんだったら、もっとこう、うん、なんだろう、くればいいじゃん。なんで切れんの？くればいいよ。勝ってくれよ。勝ってって。勝ってって言ってんじゃん、さっきからずっと。いや、私が行く、売りたい方がやっぱ来ないとダメだよ。いやいやいや、なかなか入ってこないじゃん、お店に。はい、よし。え？売りに来て。売りに来て。売りに来て。訪問販売スタイル。そうそうそう。ピンポーン。出ない。ピンポーン。ピンポーン。てかあのさ、出る気ある？え？音楽聞いてんの？ピンポン何回もしてるよ。近藤雅彦懐かしいなと思って。マッチかよ。マッチつながりかよ。ダメ。いいから出て。始まんないから。わかった。イヤホンダメね。外しとけ。わかった。もう一回ね。うん。ピンポーン。あ、誰か来た。はい。あ、こんにちは。はい、マッチを売りに来ました。あ、はい、ちょっと待ってください。はい。あ、寒いな。マッチ売れるかな。新しい手袋欲しいし。おばあちゃんにもご飯食べさせたいしな。ウィン。まだかな。ピッピッ。ウィン。まだかな。ゴー。遅いな。ウィン。遅いな、マッチ。早く売りたいな。おい。ちょっと。何なのそのセキュリティ版じゃないやまだ家の中不法侵入ウィンって何不法侵入だよ。いや犯罪ですよ。セキュリティ版全の家はいいからさ、もう普通のなんかお家にしてよ。普通なんかえでも大事よ。セキュリティセキュリティは大事よ、うん、これからの季節ね。空き巣とかそうだね。20扉ぐらい欲しい、うん、もう一般的な家庭でお願い。いい待っとくから。また、はあ、普通のお宅でよかったかな。いっぱい買ってくれるかな。ピンポーン。え、同業？同業？同業？この時期ね、やっぱね。同業？結構家の中あるもんね。金？うん。なんかちょっと今私がタンスとか探してるから。タンス？ちょっと探してる。ちょっと待って、先に私探させて。ちょっと待ってて。泥棒さん？どうしよう。どうしよう。いいもの見つけた。通報しないと。そうだ。もうマッチが下ろして警察呼ばなきゃ。あ、私の大事なマッチも取られてるんです。おまわりさん。どうしよう。このお家に泥棒が入ったんです。この家主のものですが。ここのお家にですね、さっき言ったら空き巣の人がいてなんかいっぱい取ってるって話を聞いたので今警察の方呼んで駆けつけたんですけど。なんだって？うちには大事な家宝がある。取りに行かなければ。あ、よかった。うちの大事な家宝取られていなかった。お嬢ちゃんありがとう。あ、いえいえとんでもないです。ところで君は私の家に何をしに来たんだい？実は私、マッチを売りに来たんです。だけど、泥棒さんに全部取られてしまって、もう明日からご飯も食べられません。
お家もないです。そうだったんだね、かわいそうに。中へお入り。はい、ありがとうございます。いやー、今回盗みに入った家は本当に楽勝だったな。お目当てのものも手に入ったし、ラッキーラッキー。なんか部屋の中がすごい寒い。ちょっと暖炉に火でもつけようかな。あ、そういえばさっき玄関の前にあったマッチも盗んできたんだよね。これでチッチッポッ。ん？何これ、このマッチ、なんかチキンが見える。え、変なの。え、今度はケーキ。美味しそう。お腹すいた。あ、しまった。寒いんだよ、寒いんだって。あ、懐かしい、おばあちゃん。改めまして、去年のお正月動画に引き続きまして、釣りみくじやっちゃいましょう。これから約10秒間、のされ、小物、大物、大量、爆鳥、入れ食い、舞込み、スペシャルの全部で8種類の画像がランダムで流れます。で、動画の一時停止ボタンを押してください。すると今年はこれですっていうおみくじが引けます。それでは釣りみくじスタート。皆さん、釣りみくじ何が出ましたか？いい結果が出ましたかね。ここで皆さんにお知らせがあります。昨年ですね、ポテチン TV チャンネル登録者数10万人のプレゼント企画をいたしました。で、その時のプレゼント1、2なんですけど、1月の8日に皆さんに発送いたしますので、もうちょっとだけ待っててください。去年ですね、年内に皆さんに送りますってお伝えしたんですけど、すいません、ちょっと間に合わなくて、もうちょっとだけ待っててください。あと、このプレゼントなんですけど、この2種類どちらも手作りをさせていただきました。なので、市販でこう売られているものとかに比べると、クオリティ的にはちょっと劣るかなと思いますので、ただすごく心を込めて作らせていただいたので、喜んでいただけたら嬉しいです。皆さん楽しみに待っていてください。おいしょ。
スリコン。あ、スリコンな。ばあちゃんになったよ、もう。餅が餅がシワシワだよ。餅がばあちゃん。ばあちゃんだよ、シワシワだよ。新しい感じ。2022年も皆様に楽しいと思っていただけるようなポテチン TV を配信していきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。次回はですね、釣りライブ配信で皆さんにお会いしたいと思います。ちょっと大物釣りはまだ、できないので考え中ではありますけど、あとみーちゃんと2人でするのか私1人でするのかもまだちょっと決まってませんが、また決まったらお知らせをしたいと思っております。それでは皆さん、またライブ配信でお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。